皆さん、こんにちは。僕、ゲームでございます。ウィアペ2020動画やっていこうということで、今回月曜日、クラブセレクションね、新たなのが登場しましたということでね、早速見ていってね、ガチャも見ていくんですけど、アタランタ、ローマ、アトレティコマドリード、バレンシアということでね、かなりのね、大量 CS ガチャという感じになってるんだけど、まずね、総合的なところ行ってですね、動画撮る前にね、選手見たんですけど、無課金の方がね、低かってなると、スルーでもいいかなっていうのはある。というのもですね、この後詳しく話すんですけど、当たり選手がね、本当にピンポイント的なところになってくるんで、なかなかそのピンポイントを狙うってなると、ただね、その当たり選手に関してはめちゃくちゃ強い。はい、めちゃくちゃ強い選手がいるんでね、まあそういうところも含めてですね、今回話していこうかなと。まずはね、アタランタからいこうかな。このガチャでね、正直、多分、今回の CS で、トップレベルで一番当たりかなっていう選手がこのガチャにいるんです。ということで、ドゥバンサパタ。ドゥバンサパタは結構壊れてる。結構どころかだいぶやばいと思う。はい、この選手ですね、オフェンスセンスが大幅上昇で6ですね。あとが3上げベースのところではあるんだけど、元がね、めちゃくちゃ強いんですよね。そう、元がかなり強いんで、フィジカルコンタクトがですね、これがね、おそらくマックスぐらいになる。やばくね、この能力に。なんかルカクにちょっと似た感じではあるけど、キルがやばいですよ、ドゥバンサパタ。ワンパワンシュー持ち。ワンパワンシュー持ちでね、スーパーサブあるっていう。やばいよな、これ。多分ドゥバンサパタは本当に壊れてます。で、スルーパソン持ってるし。なんか、ところどころやっぱ使いやすいスキルしっかり持ち合わせて、ポストプレイヤー。ここもあんまりないから。で、ポストプレイヤー、この差結構、個人的には気に入ってて、オフサイドにかからない。そんなにかからない。ボール収めれる。当てやすいところで、まあ、ドゥバンサパタはポストプレイヤーだけど、まあ、いろんな動きね、パスアンドゴー入れて、裏抜けさせても強いですしね。で、フィジカル収めれますし、ちょっとね、ドゥバンサパタが今回のこのアタランタね、正直一択かなと。まあ、イリチッチ、アレハンドロ・ゴメスあたりも、まあ、能力とか悪くないんですけど、やっぱドゥバンサパタがね、ちょっと群抜きすぎててね、もう本当に狙うならここドゥバンサパタ1点かなと思います。もちろんね、他の選手っていうのもね、強いとあるんだけど、ドゥバンサパタだね、今回は。もうアタランタに関してはドゥバンサパタを獲得できるかどうかでね、てか本当にこの選手えぐいと思うんでね。さあ、ということで、まずは一発目のところ、金ですね。金のところで、さあ、マリオ・パシャリッチということでね、 CMF。 まあ、ドゥバンサパタ残り2回で引けるかどうかですね。しかも、ドゥバンサパタのやばいところは、スーパーサバを持ってるというね。あの能力でスーパーサバやばいでしょ。なかなかの壊れ具合だと思うんでね。さあ、ということで、ここで引いて、行くのは、行くのは、ありがとうございます。ありがとうございます。もう平成を装ってるね。ありがとうございます。引きました。やりました。ということで、ドゥバンサパタゲットだぜ。いや、ここ1点狙いで引いたのはでかいぞ。ちょっとね、ドゥバンサパタはもうほんと使いたかったんで、ていうか今後ね、多分本当に強い選手だと思いますよ、この選手。いや、熱すぎるだろこれ。これ熱すぎるぞ。さあ、ということで、まあ、ドゥバンサパタかぶり狙いで、じゃあいこうかな。まあ、イリチッチ、アレハンドロ・ゴメスあたりもいいけど、まあ、育成とかもあるんでね、ちょっとドゥバンサパタをかぶりで引ければでかいが、さすがにそんなことはないが、これただ1回目のところとかぶりのパッティンですかね。ですね、マリオ・パシャリッチということで、1回目とかぶってはいったんですけど、2回目のところでドゥバンサパタ。もうドゥバンサパタ引けたらアタランタはもう最高という形ですね。ローマですね。このガチャもね、当たり選手がもうあのアタランタと同様バンバンいる感じではないんだけど、まあ、個人的にちょっと欲しい選手のところで、まずね、一番欲しいのはね、ジャスティン・クライファート。クライファートはね、通常とかでもね、結構やっぱ面白い能力してる部分で、今回 FP 登場ということで、まあ、ドリブルがですね、大幅上昇7ですね。で、あとは4上げベース。いいね、4上げベースいいよな。で、クライファート元からスピシュンがあるんでね。で、おそらくこれがカンストします。元だとね、97、95ぐらいかな、マックスで。そうで、やっぱドリブルできますし、個人的にやっぱ突破の選手欲しいので、クライファートはね、その分使ってみたいかな。ミドルシュート持ちでスーパーサブ。結構ね、今回の CS ガチャ、スーパーサブ多く含まれてるんで、そう、後半途中から流れ変えれるような選手が多いですね。クロスアームも珍しい。まあ、若ベッカムとか最近で言うと登場したけど、
クロサー自体もサイドに張ってくれてね、そこからまあじゃクライファートはまあ仕掛けるっていう面白さもあるので、個人的に強いかなって思ったのがジェコ。そうジェコね、前あのいろいろ能力見た時ね、そんなに強くないんじゃないかなって思ってたんだけど、よく見たらっていうかめちゃくちゃ強いというか、あのすごい使いやすそう。というのもですね、オフェンスセンスがね95、これね大幅上昇5なんですよね。でこれがねカンストします、おそらく4上げていくと思うんで、レベルまで。あとは大体2上げベースのところなんだけど、まあ、決定力とかも90超えてるからね。逆足のヒンド精度44っていうのもねまた面白いところで、まあ、過去ジェコね、そんなにねかなと思ったんだけど、結構ですねワンパワンシュー持ちからのミドルシュートにライジングあって、まあ、空中戦の強さもあるからね。でポストプレイヤー、まあ、ここデバンサーパターと同じプレイスタイルですね。まあ、だからジェコはちょっとオフェセン99おそらくいくんでね、カンストジェコみたいなのもね使ってみたいかな。リファーとかジェコ狙いという感じで、まあ他だとねペレグリーニとかもいいんだけど、まあでも本当に欲しいかな、当ててみたいかな、使ってみたいかなはジェコクライファートかな。ガッツリ行きましょう。まあただ本当にアタランタのドゥバンサパタがだいぶでかいですね。アタランタドゥバンサパタのそのね流れを込めてですね引いていくという形をやっていくが、さあこれは6番でスモーリンかな。さあまずはクリス・スモーリングということでセンターバックね、エース能力のところでね借り取る力って身長とかも高いからね。まあ、ただ今回の狙い的にやっぱり、まあ、一番ほんとクライファートかな。まあ、チェコも欲しいけど、どちらかというとクライファートでね仕掛けたいんだ。クロサーでサイド張ってからの仕掛けが僕は見たいんだで来たんだ。ハッピーバースデー、ハッピーバースデーということで、ハッピーバースデートゥーミーということでね、クライファート、よし、いや、いいぞ、今週、流れが来てるぞ、これ、ドゥバンサパタ同様、メイン仕様やっていこうかな。いや、この選手は相当、これ、レベルは強いでしょ。なんか、本当にピンポイントというか、そんなにね、狙いの選手っていうのは、今回の勝ち、多くはないんだけど、そこをしっかり当てていけてるんで、流れが来てます。前回のね、習慣がね、結構、本赤サブ赤ねいろいろ含めてやばかったっていうのはあるからね。ということでこれジェコ来たんじゃないの、マジでマジで、いやーいいね、狙ってたところでジェコもゲットということで、今日ねそんなに強くないかなと思ってたけど、能力よくよく見てみたら相当強そうな匂いするんでね。はい、ということでちょっと待って、これ本当にピンポイントの流れが来てますね。ということで、この流れをまだまだ続けていく。残りね、2個分ガチャあるので、ということで、アトレティコ・マドリード来ました。狙いってなるとね、アタランタ同様、ピンポイント1点狙いっていう感じになるかもしれない。この選手、行ったかな、モラタ。はい、ついに来ました。FP、モラタが、後半途中からこのモラタが出てくるとね、やっぱり怖いというのがあって、もともと通常でもね、結構出されると怖いんですけど、今回のフェンスです、大幅上昇。これ7。これが7上げてるんで、で残りがね、大体4上げベース。モラタに4上げベースって結構壊れてると思うけどね。そうそうそう。だからオフェンス戦多分90後半までこれ伸びて、フィジカルコンタクトも高いから。そう、このモラタね、後半から出されたらね、嫌ですよね。で、ミドルシュートもあるんで、積極的に狙いながらのラインブレーカー。で、多分モラタ総合値95ぐらいまでいくでしょ、これ。で、一つね、ちょっとアトレティコのこのガチャでね、言うとね、サウールがいないんすよね。そう、多分皆さんもね思ってる方多いんじゃないかな。サウル、ボックスボックスのね CMF、まあ、通常とかもかなり強い選手ね、ワンパ持ちだったりして、そのサウルが入ってればね、さらに熱いガチャにはなってたかなって思うんだけど、サウルは惜しかったよな、いて欲しかった、まあ、モラタ引けたら本当に満足というか、まあ、正直今回アタランタと、もう一個先ほど引いたガチャですねのところで、ちょっと待って、ド忘れして声出てこないけど、あれなんで、さあ、ということで、まずは一発目で6番ということで、これはコケですかね。さあ、コケということでね、コケはね、まあ、総合値のところは非常に高いところあるけどね、まあ、ノルコラバランスもいいんだけどね、ただやっぱ CMF で起用ってなるとね、結構他の選手優先という形はなるからね。はい、そうだ、ローマだ。ローマのガチャとアタランタのガチャで狙いが引けてるところあるんでね、さすがにね、さすがにアトレティコでは狙い当たらないでしょうというフラグを立てていく。フラグを立てていくということで、これはかぶっていくか。これはかぶりましたね。まあ、コケかぶりということで、モラタをね、惜しいんだ。スパサブモラタは怖いよ。スパサブモラタは怖いよ、これ。怖いんだ。怖いんだと。
いったところで、さあラストのところで15番、うーん、これサビッチですかね。はい、というかステファン・サビッチ、さすがに来なかったか。さすがに来なかったけど、まあサビッチも能力悪くないからね。バタの方は当てれなかったんですけど、ラストバレンシア来ました。はい、3つに比べると当たり選手的には多めにはなるんだけど、ただめっちゃもう超大当たりってなるとそんなにいないかじゃないけど、大当たり選手は多めにはなってるかな。まずはね、パレホ。そう、パレホはスメイク非常にできて、決定力とかもあるんで自分で狙いに行けるという強さもある。まあ、身体能力系ですね。フィジコンだったり、あとはスピシュン系、ここに関しては高くはないんだけど、ダブルタッチやってルーレットで、ミドルにライジング、ワンパ持ちでスルーパス、まあ、チャンスを非常に作れそうで、プレイメーカーなんだけど OMF とか起用して面白いかな。ガブリエル、はい、この選手はね結構強いと思いますよ。というか使用感良さそう。というのもね、今回ディフェンスセンスがね大幅上昇に7で、あとは4上げベースで、これがね90後半ぐらい全部いくからね。ディフェンスセンスからアグレッシブネスまで、ピシュンとかもね全然悪くないからね。でマンマークインターセプトからのハードプレス、まあ、しっかりプレスもいけるということで、センターバックでね結構困ってる方というか、なかなか揃ってないですっていう方はガブリエウ狙ってもいい。もう後のとこで言うとですね、ガメールあたりもねスーパーサブ枠のところで非常に、まあ、強そうかなっていうのある。ミドルにドロップ持ってて、オフェ戦決定力高いし、スピシュンあって、まあ、ボディーコントロールもあるんでね、スッて抜け出したところからも強みありますし、画面色も強くなってる。フェラントーレス19歳でね、上限51、スピシュンのところも多分マックスぐらいいくんじゃないかな。はい、でダブルタッチ確定狙えてね、まあ、ロングスローでもちょっと珍しいですね。ロングスロー持ってる。フェラントーレスもあれだけど、まあ、ただね、まあ、若い枠で言うとね、今回クライファードが結構強いかなっていうのあるからね。他のガチャに比べて当たりは多めだけど、その当たりの何ていうのか、当たり度合いみたいな、そこで言うとちょっと低めになるかな、他に比べるとね。まあ、それでもねいい選手揃ってるんでね。さあ、ということでダニエル・バスですね。この人はねバランサーという感じ、まあ、バランス取れてる感じですね。さあ、ということでバレンシア残り2回、まあでも残り2回ってなるとガブリエウもしくはフェラントーレス、ちょっと当てて、まあ、育成ちょっとしんどいかもしれないけどね。フェラントーレスあたり来てくれたらあれですけど、といったところで、来た来たということで、願いは通じるんだと。願いが通じましたね。いや、いいよ。てか、今回狙い選手結構引けてますね。バレンシアというか、まあ、今回のね、クラブセレクション4つ引きましたけど、ラストになりましたね。これ、アトレティコでモラタ引いてたらとんでもない引きだったね。アトレティコもらっていてたらもう神引きどころじゃないですよ。ピンポイントで当てまくるみたいな感じになってたけど、最後13番ゴールキーパー、さあ死列戦ということでね、キーパー枠になるとね、やっぱりオブラクというね最強のあの守護神が、中間代表がいるんでね、当たり選手のあの多さ的にはね、いつものクラブ選手に比べて、まあ、少なめではあるんだけど、本当にピンポイントみたいな感じなんだけど、そのね当たり選手ってのは非常に強いからね。特に、まあ、今回デュバンサポーターとかなかなか群抜いてますからね、強さ。まあ、メイン選手仕様とかね当たったんで、またやっていこうかなと。ぜひですね、まあ、無課金の方でもし引くってなったら、本当にピンポイントないで、今回ね自分が上げた選手狙ってみてはいかがでしょうかということで、ぜひ皆さんのね今回引いた方、当たった選手、コメント欄ガンガンよろしくお願いします。今回ご視聴いただきありがとうございました。いろんな動画、メイン選手用もねまた今後出していくんでね、ぜひ遊びに来てください。メイン選手用、この選手してほしいとかね、今回当たった選手であればね、コメント欄ガンガンよろしくお願いします。でまた会いましょう。さよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイプレイプロー。